はい、ハリーでーす。今ホーチミンに来てます。今日はホーチミンでおすすめの両替所を皆様にお伝えしようと思っています。はい、まず1軒目はですね、ここえ場所はですね、ヴィヴィエンストリートのすぐ横にあります。目印としては有名な新カフェ、左側ね、渡って左側のところに、郊外ツアーで有名な新カフェがまずここにありますね。出て左の方ですね。こっち反対側に行くと、あそこの次の交差点を右に曲がったところが夜繁華街として有名なヴィヴィエンストリートです。まずここはですね、観光の拠点となっているヴィヴィエンストリートが近くにあるので、すごく便のいいところです。ここで両替するとですね、安い宿も近いのでお手軽に両替できます。おすすめの両替所2軒目はベンタインマーケットのすぐ近くです。すぐ横って言っても正しいかもしれない、正面から見て右側のところにあるカバン屋さんがたくさんあるところ、カバンがたくさん売ってます。この横のところにある宝石屋さんで売ってます。エクチェンジとか書いてません。宝石屋さんで両替したい旨を伝えるとレートを教えてくれます。ただお店によって若干違ったり、たくさんいっぺんに両替したりすると、交渉をして少し良いレートになることがあります。この宝石屋さんで両替するということです。こちらでね、両替すると答えりもちょっと良いことが多いです。二つ目の両替所、ベンタインマーケット主婦横です。はい、三つ目の両替所です。おすすめの両替所はね、以上の三つになりますが、あちらにね、全日空が見えてきました。あれがグエンフェストリート、グエンフェ通り、ね、全日空の近くですね。ぐーっとこちら行きますと、ドンコイストリートがあります。この辺は高級なね、ショッピングができるところの一つであります。ハリーがホーチミンのおすすめの両替所3箇所をお伝えいたしました。皆さんもぜひね、円やドルお持ちの時、また他の通貨でも大丈夫です。両替するときはこの3箇所あたりがおすすめです。